皆さんこんばんこばは浜のもちです本日ご紹介させていただきますのはこちらの方カムロの魅力的な遠いシリーズの最新作「ノアをご紹介したいと思いますこちらのフレームなんですけれども多角形のフレームの中にレンズシェイプは丸みを帯びているボストンが入っているというなかなかユニークな発想のアイテムになっています生地、カラーもですねちょっと 特徴がありましてグラデーションの生地を使用しているんですけれどもこの角度によって色合いの変わる玉虫色の生地を採用しているというアイテムになっています、えー、なかなか魅力的な個性的なアイテムなんですけれども私が今日かけているこちらの方も同じノアのこのカラーになりますなかなか魅力的で、えー、楽しいアイテムに仕上がっています、えー、また印象的なカラーがとても今回人気があるということなんですけれどもこちらの方も実際にデザイナーの カーリーーリこと野寺さんが使用しているパープルです、えー、実際にかけたところもご覧いただきましょうこちらの方もこのような印象を作り出すアイテムになってます、えー、今回このノアに関してはですね印象的なカラーの方が人気が高いということなのでなかなか面白いアイテムなんですけども非常に魅力的なアイテムに仕上がっています、えー、カラーはそこまで派手じゃないものでちょっと落ち着いたカラー欲しいなという方にはこのグリーンがおすすめです えー、こちらの方をかけてみるとこの通りちょっとシックな雰囲気で使用できるアイテムです、えー、クラシックなテイストも持ちながら結構使い勝手のいいお色になってますのでこのカラーもなかなかよろしいんじゃないでしょうか、えー、他にも肌なじみのいいお色で定番カラーになると思うんですけども赤もございますこの赤もですね非常に使い勝手のいい肌なじみのいいお色になっていますちょっと変化を持たしつつも 肌なじみ優先でお選びになるのでしたらこの赤使いやすいんじゃないでしょうかまた同系統の色合いでオレンジもございますこのオレンジもこの通り肌なじみのいいお色になっていますちょっと元気カラーということでまあ明るめのカラーお好きだという方にも非常におすすめのアイテムになっています、えー、本日ご紹介させていただきましたのは魅力的なトイシリーズの ノアです、えー、このグラデーションサイズ感とても魅力的なアイテムに仕上がってますぜひお試しくださいどうぞよろしくお願いいたします本日は以上です